今日のホークス先発はミランダでした。そのミランダの立ち上がりです。今日は非常にいい立ち上がりでしたよね。いや本当にね、昨日の悪い流れっていうのをね、はい、初回からまっすぐ中心に、ね、攻めのピッチングでね、いい流れを作ってくれたんじゃないでしょうかね。初回はまっすぐ中心に三者凡退に抑えました。一方のライオンズの先発戸上です。ワンアウト一塁から内からレフトのタイムリーツーベース。ホークスが1対0先制します。その後ワンアウト二塁三塁となって追加点のチャンスだったんですが、ホークス松田はファーストゴロ、そして明石もセカンドゴロに終わって1点止まりでした。まあ追加点のチャンスがあったんですけどね。そうですね。2回のミランダです。中村空振り三振、栗山レフトフライに抑えた後、友崎も空振り三振、三者凡退。そして2回の裏、この回先頭今日昇格ストップスタメンのプラス、初打席初球を右中間へホームラン。あ、見事でしたね。いや初球やっぱりスイング入れたことですよね。そしてサイレントトリートメントを受けました。そして3回です。この回先頭のグラシアル、これも初球でした。レフト本間テラスへ22号ソロホームラン、3対0とします。3回まで好投を続けていたミランダです。4回2アウト1塁3塁から栗山にセンター前へタイムリー、3対1ライオンズ1点返すと、なおも2塁3塁で友崎が右中間をフェンスに当てるタイムリーツーベース、ライオンズ2点目が入ります。3対2、5回の表2アウト満塁とします。ライオンズ3番手の松田龍馬、栗山押し出しのフォアボール、3対3ライオンズ同点。なおも満塁で外崎へのこのボールがデッドボール、押し出しのデッドボールで4対3。しかしこの後山川はサードゴロに打ち込みました。ここはデカかったですね。そうですね、まあ接戦でいけばね、はい、後半当然勝機はあるわけ だったんですよね。はい。そして圧巻だったのは4番手、6回に登板した甲斐の木村、長谷、秋山、3者連続三振。すると7回の表には5番手高橋純平がマウンドに上がります。高橋純平もまっすぐを強気に寄して金子、森、さらには最後は中村、3者連続三振。このね、2人ですよね、本当に勢いをね、呼び戻してくれましたよね。そして7回で3番手左から周東が盗塁を決めました。そして松田が外のスライダー、これが同点タイムリー、4対4。なおも2塁で明石、ライトへのタイムリーツーベース。ホークス5対4逆転に成功します。8回にはモイネロがマウンドへ、ワンアウト2塁という場面で山川、変化球で空振り三振、木村、まっすぐで空振り三振、0点に抑えました。そして9回2アウトランナー2塁という場面になったんですが、守護神の森、バッターの森をセカンドゴロに打ち取りまして、ゲームセット、5対4で大きな勝利をものにしています。では試合後の工藤監督のインタビューです。